審査が9回くらいキャンプをしたらちょっとは上達するということで、今日もキャンプをやりに来ました。久々にタープを張ります。天気もめっちゃいいのでタープ張る練習してキャンプ飯作ってっていう感じでやりたいと思います。行ってみよう。風がないからめっちゃ暑いテントの中が。
涼しい。ゴツゴツしてるね。作りたいんですけど、今日はすごい天気が良くて暖かいんですけど、風がめっちゃ強いので、それか私すごい風女って言われてるぐらいよく風が強い日にキャンプやっちゃってて、なのでじゃん、これ風防を買いました。イエーイ。これをおーすごい感じのと、こういう向きかな。テーブルの上だと、こんな感じで使えるので、これでこう風は完全に遮られるので完璧です。料理やりたいと思います。今日はキャンプでズボラ飯作ります。用意するものはひき肉とチーズ、これをスキレットで焼きます。はい、いただきます。
がスケレットになんかよく当たったところがね、パッパにして、あっこあっあっこ、よく焼けてるからちょっとカリカリってなってて美味しい。カップのハンバーガーの具だけ食べてるみたい。めちゃくちゃ良かったです。風が遮れるんで結構早く火とかお湯とかを沸かすのもできました。でマイクはこの後帰ってみて動画をチェックしてみないと分かんないんですけど、いい活躍してくれてればなと思います。とズボラ飯は 1+1 は2よりはもう全然美味しい、 2.9 くらい想像してた中ではよりはめっちゃ美味しい感じだったんで、しかもめちゃくちゃ簡単なので、もうただ開けて焼くだけっていう感じで誰でも作れると思うので、それからキャンプシーズンなのでその時にもお家とかでご飯食べる機会は今コロナ禍で増えたと思うんですけど、最初に作ったズボラハンバーグとかはおつまみにもぴったりだと思うので、よかったら皆さんも真似して作ってみてください。バイバーイ。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。インターンシップ始めました。詳しくは概要欄を。